ようやくこの時が。ん、キツネさんがこんな深夜に起きてるぞ。光が見えたわね。何言ってるの、まだ朝4時だから外真っ暗だよ。は、タヌキさん。ひぃ、な、何？ここの時間に起きてるのは決して夜通し寝とげしてたからじゃなくて、たまたま起きただけで、ついに光が見えたのよ、タヌキさん。キツネさん、ちょっとどうしたの？深夜テンションでおかしくなってるよ。あら、ちょっと2日ほど寝てなくて興奮しちゃったわね。また調べ物で徹夜？体壊しちゃうよ。というわけで今回は、公害対策の必殺技について紹介するわ。あれ、今日も公害の話なの？つい先日、地球史に残る公害の動画を紹介したばかりだけど、なんとその直後、2021年10月に、あのバッタ博士ことウルド先生が新たな論文を発表したのよ。お、さすがウルド先生。ウルド先生を知らない人に紹介しておくと、前のウルド光太郎先生は、1980年生まれの日本の昆虫学者であり、通称バッタ博士。バッタを専門に研究している、日本でも珍しい研究者であり、バッタに食べられたいという夢を叶えるため、公害について調査するために、2011年に西アフリカの果て、モーリタニアに単身で乗り込み、研究室ではなく、現地調査で公害対策の論文を多数発表しているすごい偉人なのよ。詳しくは過去動画でも紹介しているから、そちらも見てほしいわ。めちゃくちゃ濃厚な人生の面白い人なんだよね。今回は、そんな日本のバッタ博士から、砂漠飛びバッタの公害に対する必殺技と称して、新しい論文が発表されたから、その中身について紹介していこうと思うわ。よろしく、キツネさん。2021年10月12日に、ウルド先生の論文、砂漠飛びバッタの特異な繁殖行動を解明が発表され、国際農研や PNAS、米国科学アカデミー企業という、世界的にも有名な学術誌にも掲載されたわ。めっちゃすごい。ウルド先生が今回発見したのは、砂漠飛びバッタに関する成虫の交尾と産卵行動で、これまでも砂漠飛びバッタが、なぜ大量発生するのかという部分に焦点を当てて追い続けたものの、その一連の行動について詳しく知っている人はいない状況だったわ。え、確か砂漠飛びバッタって湿った土の中に卵を産むって。そうね、卵を土の中に産みつけて、それが孵化して赤ちゃんバッタが生まれる。そのため、湿った土が生まれる雨季やハリケーンは、公害の予兆として、特に注意が呼びかけられていたわ。ただ、この時点で分かっているのは、あくまでも、砂漠飛びバッタの一生のサイクルだけ。人間に例えるなら、パートナーを作って子供を産んで育てるという一生を送るのは分かっているものの、一体どのようにして、群れの中からパートナーを見つけて選び、繁殖するのか、いわば、婚活パーティーをするのか、はたまたお見合いをするのかという、出会い方のような部分が謎に包まれていたのよ。砂漠飛びバッタの出会い方なんてマニアックすぎて考えたこともなかったよ。でも、別に、群れの中で適当に出会って適当に繁殖するんじゃないの？あれだけの大きさの群れを作るなら、パートナーにも困らないよね。そうね、タヌキさんの言う通り、パートナーは選び放題なんだけど、詳しく調べてみると、そこには、彼らなりの事情があることが隠されていたわ。お？砂漠の乾燥地帯に生息する砂漠飛びバッタは、風に乗って、1日150キロも長距離移動するものの、常に飛んで移動しているわけではなく、小規模の群れを複数作って留まることが確認されており、ウルド先生は、この群れ単位でバッタを抑制できないかと考えることに、バッタが群れを作るのは、密集した場所で生活することによる相変異が原因で、その原因となるフェロモンのようなものを特定できれば数を減らせるのではないかと野外調査していたところ、たまたま、交尾中のバッタを発見したわ。え、これがもしかして交尾、産卵中のバッタなの？重くない？重そうだけど、これが彼らの繁殖活動なのよ。見ての通り手でも持ち上げられるほど、繁殖中の砂漠飛びバッタのペアは無防備であり、繁殖しているバッタの付近には集団があり、先生はもう一つあることに気づいたわ。このバッタたち、オスとメスが同じ数じゃないな。調査を進めると、繁殖活動しているバッタの集団には、オスかメスどちらかに、8から9割の偏りがあり、メスが多いハーレムの群れ、あるいは、オスが多い逆ハーレムの群れのどちらかしかなく、オスとメスが1対1の集団がないことが分かったのよ。それじゃあ、ペアで余りが出ない。そうね、人間の婚活パーティーなら、男女のペアが同じになるように調整されるけど、砂漠飛びバッタの世界ではそういうわけではなかったのよ。
調べてみると、メスの多い集団では卵巣が発達中で交尾しておらず、オスの多い集団ではメスは産卵直前の大きな卵を持っていて、ほとんどが交尾していたわ。メスだけモテモテ？詳しく調査したところ、日中にオスの集団に産卵直前のメスが飛んできて交尾をし、夜にペアで集団産卵するというサイクルで繁殖活動をしていたんだけど、これはさっきの写真のように産卵中に無防備になることが大きく関係していると思われるわ。そうなの？バッタは交尾中、オスはメスの背中に乗ってしがみつくため、メスは飛んで逃げられず、鳥などの天敵から襲われやすくなるため、集団産卵することでオスからガードしてもらうのよ。は、なるほど。それじゃあ逆に、メスの多い集団はどうなの？メスの多い集団は交尾していないことから、繁殖を休んでいる集団ということがわかるけど、砂漠飛びバッタが男女1対1の集団を作った時に起こる、こういう事故を防いでいるんだと思うわ。お、この集団はオスとメスが同じ数で選び放題だ。ちょっとそこの羽が綺麗なお嬢さん、僕とお茶でもしませんか？私もっと色黒でかっこいいオスの群生バッタくんが好きだな。それじゃあ僕とデートでもしませんか？見てくださいよこの色黒さ。ぐぬぬ。別のオスの邪魔が入ってしまったぞ。まあいいや、他にもメスはいるし切り替えて次行くか次。ねえねえそこの可愛いバッタちゃん、僕と風に乗って長距離飛行でもしませんか？あらあら、ちょっとこのバッタさん私のタイプかも。ほんとですか、それじゃあ僕も失礼して。あ、空から鳥が。あ。全滅してるんですけど。そういうことよ。もし仮に、1対1の繁殖集団を作った場合、それぞれがペアを作って、交尾中みんなが無防備になる。そうなると天敵の鳥からすれば、まさに格好の餌食、婚活パーティーから食べ放題パーティーに様変わりするのよ。あちゃー。また、オスのバッタは、メスを見かけると執拗に言い寄って繁殖を迫ろうとするものだから、メスからしても、その気じゃない時は鬱陶しいし、彼らはあえて、別居という選択肢を取ってるのよ。実は、こうした別居する生活は、動物の社会では、割と頻繁に見かける光景で、その生き物の生態や環境に応じて、オスが多い、もしくはメスの多い集団などに分かれているのよ。なるほど、別居って、人間社会だとネガティブなイメージのある言葉だけど、生き物の世界だと、生き残るために、あえて別居生活を選んでる場合もあるんだね。こうすることで、メスは無駄な交尾を避け、必要な時は、オスにガードしてもらいながら産卵する。集団別居することで、いい言い方をすれば、メスは賢く、オスに守ってもらってるわけね。それは悪い言い方をすれば、都合よく利用しているというのでは？でも、面白い発見だとは思うんだけど、オスとメスに偏りがあるって、少し調べればわかることなんじゃないの？まあ確かにこの話を聞いて、見ればわかるじゃんと拍子抜けした人もいると思うわ。ムルド先生は、なぜ今までこんなことが見つかっていないかも、ブログで仮説を立てていたわ。1、現場にアクセスするのがそもそも難しいから。砂漠飛びバッタの群れを見るのは、過酷な砂漠に行くのと同義、そもそも来られる人が少ないわ。2、バッタが移動していて、研究者が偶然現場に遭遇できていなかった。3、バッタに誰も興味がなかったから。身も蓋もない。4、興味があったとしても研究できる環境がなかったから。確かに、わざわざ砂漠まで調査に行けて、なおかつバッタの知識と研究できる環境にある人って、日本人だとウルド先生ぐらいしか思いつかないわね。アフリカ大陸では2018年末から2020年まで大規模な公害が猛威を振るっていて、一時期はインドの都市部まで到達してしまい、悲惨な状況の写真や動画が記事になっていたけど、多くの人が、その凄惨さを見ているだけで、集団を詳しく調査する人はいなかったのでしょうね。ああ、それアンナちゃんのチャンネルで知ったけど、傍観者効果ってやつかな。人が集まるほど何もしなくなる、ヤジ馬が多いほど、火事の通報を誰もしなくなる心理効果ね。公害についても、これだけ大規模な問題なら誰かが研究してくれると考えるのかもしれないわ。でも、ウルド先生は、バッタの雌雄を秒殺で区別できる、という特殊能力を持っていたこともあり、これはオス、これはメス、こっちもオスと、砂漠飛びバッタの集団を見かけた時にすぐにオスとメスの偏りを見抜けたことで、今回の発見につながったそうよ。何その強すぎるスキル。本人は、婚活には役立たずのスキルだったと嘆いていたけどね。それで、
素敵なパートナーを見抜くスキルにつながるといいんだけど。この論文は2017年に出版されたバッタを倒しにアフリカへの著書の中でも触れられていた。今はまだお見せできない論文として4年ぐらい温められていたものなのよ。ちなみにこの発見ってどんなことに役立つんだろう？これまでの公害対策ではバッタの群れを見つけたら片っ端から農薬を散布するのが普通だったけど、過剰に撒きすぎて生態系への被害が出たり、農薬に侵されたバッタが土に入ることで土壌汚染が起きたりと、とにかく農薬の使用を最小限に抑えられる駆除方法が模索されてきたわ。今回のウルド先生の発見があったことで、闇雲に集団を駆除するのではなく、こういう方法で駆除すれば効率的に数を減らせるかもしれないと判明したわ。はあ、メスどこにいるんだろう。オスばっかでこの群れ花がないよな。ああ、メスやってこないかな。ここがオスの群れかしら。うおお、メスだ、メスがやってきたぞみんな。うおお。僕と交尾して、いや俺と俺と。おい、割り込んでくるんじゃねえよ。必殺ウルドパーンチ。ウルド先生に怒られるよ。まあ半分は冗談だけど、半分は本気よ。集団産卵中のペアは、その場に数時間とどまるという性質を持っていることから。日中、オスの集団を発見してもすぐに駆除せず、メスがやってくるのを待つ。そうすれば、無防備な繁殖集団は逃げることなく、必要最小限の農薬で一網打尽にできるのよ。それは画期的な対策方法だ。公害対策のやり方は、これまでも世界各国、遺伝子分析などを行ったり、ドローンで駆除したり、科学的なアプローチや最先端技術を用いた対策などを編み出してきたわけだけど、現地の西アフリカの人がいつでも誰でもどこでもできるものじゃないと意味がないと思うわ。画期的なバッタの駆除剤を発明してもそれがめちゃくちゃ効果だったら買えないし、最新設備で遺伝子を改造してというのも現地で継続的にやるのは難しいわ。公害がいつどこで発生するのか予測することが難しいという性質を持っている以上、現地の人たちがどれだけ現実的に協力できるかというのが一番重要なポイントだと思うわね。協力できないとやっぱり意味がないもんね。ウルド先生は今回の一件だけでなく2021年春頃にも論文を出していて、そのうちの一つ、砂漠飛びバッタの日向ぼっこ行動についての論文を過去動画で紹介したけど、同時期にもう一つ、砂漠飛びバッタの大群が暗くなる前に大きな植物に群がるという論文も発表しているわ。めちゃくちゃ論文出してるじゃん。そうなのよ。研究者として現地でしっかり活躍しているわ。その活躍はなんと、モーリタニアイスラム共和国にも認められ。2020年度新エッティ賞科学技術部門も授かっているのよ。何これすごそう。この賞は、モーリタニア政府が毎年主催する、自国の文化や芸術、科学の発展に貢献した研究者を表彰するもので、審査には大統領も関与する、モーリタニアで最も権威ある賞の一つと言われているのよ。ひょえ！シンゲッティは、イスラム7番目の聖地として、ユネスコ世界文化遺産の指定都市でもある歴史ある町で、メダルには、シンゲッティの象徴とも言えるモスクをモチーフに、学業をイメージしているようね。ババ前所長から推薦をいただいたことで、晴れてメダルを授かることになり、相棒のティジャにも、ご近所から、祝福の言葉をたくさんもらったと話していたんだけど、おそらく日本人で、この賞を授かったのは初で、とても名誉なことなのよ。それだけ現地の人から喜ばれて、期待されているんだろうな。先生が当初研究施設に来た時は、外国からやってきた研究者に、どこか冷ややかな目を向けられ、屋内だけで研究だけしている、紙の上でデータとにらめっこしているという印象を持っていたそうだけど、先生がフィールドワークを重視し、過酷な現場で、バッタと真摯に向き合う姿に心打たれたみたいだからね。ウルド先生も、この受賞を、今後の激励だと受け取り、今回の論文発表に至ったわけよ。こうして、日本の人が海外で活躍して期待されている姿を見ると、こっちも嬉しくなるよね。変な生き物チャンネル。以上が、公害対策の必殺技についての紹介を。砂漠飛びバッタに限らず、世界各地でも不定期に発生している公害だけど、こうして少しずつバッタの行動が解明され、将来的にバッタと共存できる社会になっていくと嬉しいわね。これからもウルド先生を応援していきたいな。ウルド先生は、2021年4月から国際農研の主任研究員として採用されているわ。
国際農研は、地球と食料の未来のために、を理念に掲げる農林水産省所轄の国立研究開発法人で、日本で最初に砂漠飛びバッタ問題の研究プロジェクトを立ち上げ、日々研究を行っているから、ここの活動を応援したり、論文をシェアしたりすることが応援につながると思うわ。そして、ウルド先生の活躍に興味を持った方はこちらの2冊。アフリカに旅立ち、いろんな問題や苦悩に直面している自伝をまとめたバッタを倒しにアフリカへや、バッタがなぜ大量発生するのか、総変異を起こすメカニズムに迫った孤独なバッタが群れる時など、ウルド先生が出している著書を購入することも応援になるはずよ。将来的には、バッタに興味を持ち、先生に憧れた人が、第二のバッタ博士として、意思を受け継ぐ。そんな熱い展開が繰り広げられると、私は嬉しいわね。第二のバッタ博士も、全身緑のタイツ着るのかな。